こんばんは。いい日。はあ、こんばんは。もう昨日この時間ぐらいに多分寝てたな。めっちゃ早かったよね、昨日寝るの。マジやばいね、健康的。でもなんかいろいろと溜め込まってたっていうか、溜め込まってた、なんかわかんないけど、あのやっぱコンサートもあったりサマステもあったり、それこそ昨日とか今日一昨日ぐらいでやってたあの夏祭り公演の曲覚えなきゃとか、いろいろ覚えることがあったからすごくそう溜め込まってたんですよ。溜め込んでました。すごくなんか、しかもこの目撃サマステの前日もね、ずっとディズニー行ったりさ、その前日は東京移動して、めっちゃプライベートマス、プライベートで歩き回ってたとかがいろいろあって、ディズニーとかさ、朝の5時半に起きてさ、そこから準備してさ、9時半ぐらいに並んだのかな、あれは。そう、疲れたっていうか、なんかなのにめっちゃ夜更かしとかしちゃうの、なんか絶対寝なさいって感じなのに。そうだからマジ自業自得なんだけど、なんかそう動く割には寝なかったから、なんかそう昨日ね急にね、もうなんか寝なきゃってなって、そうまあそういう時もありますよね。でも今はなんか覚えるものもなんもないから、そう覚えるものも何もないから、まあいっかって気持ちになって、そうね、我ながらすごいわ。なんかさ、今も眠たくなってくる。なんかさ、なんだろうね、急にさ、こうやってさ、しだしたらうとうとしちゃうわ。今も眠たい。そうだね。で、今日は何もないから、もうね。え、今日ボスイーズの館内で小太郎くんが迷子の、小太郎くんの迷子の放送があって、やばい、小太郎脱走してたかも今日。マークイズまで、マークイズまでどうやっていたのかは知りませんが、小太郎ね今日ずっと寝てたな昼間。こんばんは。今日も早いんで、まだお風呂入ってないよ、こんな格好しときながら。でさすがになんか、そう明日ね、そうお出かけするって話してて、お母さんと。そうそう、だからさすがに今日入んないと、明日もね、そう話をしたから、
ろそろ。朝からずっとこれ。そうなんだよね。着替えないよ、わざわざ。なんか着替えないことめっちゃ当たり前みたいに言ってるけどさ、着替えないからね、わざわざ。一日中パジャマ。パジャマ買わないとさ、私今2つしかなくて、全然さ同じのをさ何日もさ着てることとかめっちゃあるからさね、ちょっとね結構なんかさ今さなんだろう、今結構さなんかあれじゃん、あ、なんか、あ、違う、間違えた。なんか今ね、結構ね、そのメイクとか、髪の毛とかいろいろ試してみたいことが、なんかたくさんあるんだけど、試したい欲が湧いてきて、そう、その髪の毛、ヘアアレンジとかさ、メイクとかさ、なんかいろいろさ、なんかさ、試したいこと、試してみたい、なんかそういうモチベのある時なのに、そういう時に限ってなんか公演がないから、そう公演がないからさ何もできないじゃん、なのが悲しいんです。そう、公演がないから何もできない。でも今はね、なんかとてもと言っていいほどメイクができるような状態じゃないんですよね、肌が乾燥してて。なんか韓国アイドルみたいな髪の毛してみたいなと思って、最近。そう、韓国アイドルみたいなさ髪の毛してみたい。ナネキ公園に落ちる。確かにナネキの公園、え、そういうこと、ナネキの公園からこっち少ない、そんなことないか、本当に先輩の都合が合わないだけ。ナッチちゃんの代わりで出ますよ、全然私はラムネ覚えて何も分かんないけど、ダチョウがいました、ダチョウがありました。ダチョウのなんかコスプレしてました、ちっちゃい子たちが。そう、ミナと私はねディズニーにいる時に研究生公演を見てたんですよ、ラムネか、ラムネを見てました。で、こんな感じなんだっていろいろ見ながらね。そう、並んでる時暇だから見ようねっていう話してて、あとはクロスでもね、なんか私も先輩になったんだなっていう自覚をまだ持ててなくて、なんか先輩って分かんないよね。なんか多分自分にちっちゃい子がいるっていう認識なだけで、後輩があるっていう自覚もあるんだけど、自分が先輩っていう自覚だけがなくて、でもまあ現に先輩だけどさ、まだ歳は高一だからさ、もっとさ大きくなってさ、めっちゃちっちゃい子とかができたらもっとあれなのかな。私って舐められてないかな。舐められてたらどうしよう。私は藤子さんって呼ばれますね。藤子さん。
頑張りましょう皆さんで。でもさ、なんか何期からの子から見てさ、そうそうそう、どういう印象なんだろうって。リリアちゃん、小川さんって確かに嬉しい。でもさ、なんかさ、どういうさ距離感でさやっていいかも分かんなくてさ、難しいよね。なんか後輩ができるってすごいわ。すごいよね。なんかそうなんだよね。なんか年齢とかが下の子とかがさ後輩とかは分かるけどさ、同い年とかさ年上のさ子がさ後輩ってね。私さ最近ちょっとめっちゃどうでもいい話するけどさ、なんかさ、これ前も話したかな、ちょっと待ってね。なんかさ、今日さ、なんかふと周年、劇場でさやった周年があるじゃん。周年、あの12周年の。そう、12周年を劇場で、やばい、めっちゃここ絡まってる、やって、なんかそのよう、なんかそうそう見てたんよ今日も。なんかまたね、やばい、髪の毛がすごいことになってきた。そうそう、そう、それを見てて、なんか同じさ劇場でもさ、やっぱセットリストとかさ、なんかメンバーとかもさあれだからさ、なんかおおみたいな、なんかすごくさ、なんかゾワゾワするの。やっぱりなんか見てて楽しくて、なんかセンステもあるし、デベソか、デベソもあって、周年はデビソがあるんですけど、デビソとかもいろいろあってさ、なんか見てて楽しいじゃん。なんか普段の公演じゃ絶対しない瀬戸りっていうか、当たり前なんだけど、メンバーもだけどさ、そうそう、でなんかお示し見てて、なんかさ、この前さ、なんかレイヤちゃんとね、そうお示しを見てたんです。なんでだったっけ、なんか多分なんかの曲をの話をして、お示しの話になって、でお示しを見てて、そうそう、うん、待って、あ、ダンさんありがとうございました。わありがとうございます、ありがとうございますね。初めて見るこのやつ、なんかハンバーガーみたいハンバーガーみたい、ありがとうございます。そう、お示しっていうのはハンバーグハンバーガーみたいな、そう、なんか結構まあエッチめな感じなんですよ。
でもさ、なんかそれを見ててさ、ふうくん、わーみたいな気持ちになって、なんかそういろんなさメンバーがされてるとかをさ、ちょくちょく見てたんだけど、そう気になったから。そう。から。つかさ、そうでもさ、周年とかなんかさ、同じ劇場だけど違うじゃんね、なんかね、すごいよね今年はね。なんかでもコンサートだったから、前もえー、誰と一緒にかな。でも、もう相手がのめり込める方がいい。でもさ、結構さ、私触る方がまだマシかなって思うからさ、私がリードする方に行きたい。なんかお示しって、なんか私のイメージだと、なんか衣装とかも黒と白で、でなんか一つがめっちゃ、一つがなんかこの引っ張る系と、一つがそれについていくよみたいな感じの感じで、私がね、引っ張る側したいかな。でもそんなかっこよくないからさ、もうちょっとさ、かっこよくね、私が引っ張る側になりたいわ。こうやってそう、だから黒かな、私は。ね、でもなんか相手にもいるよね、なんか笑っちゃいそうじゃん、笑っちゃいそうだからさ、やるとしたら。でもやってみたいよね、そういう曲。なんかちょっと憧れるんですよ。でもさ、これさ、同期でも、あ、先輩、逆に先輩との方がいいのかな、どうなんだろうね。同期だとさ、笑っちゃいそうじゃん、目が合った瞬間さ、何してんだろう私たちって思っちゃうかもしれない。まあ先輩とか、あ、先輩がやるなら私が引っ張られる方が良くない、白の方が。わかんないけど、だってさ、本当のそういう感じじゃん、関係的な。あ、そう、でもね、どうすればいいんだろうね。 でも同期って無理なのかもしれないね、そう考えると。なんかプロ意識持ってる同期じゃないと笑っちゃいそう。だってさ、あれってさ、笑っちゃいけないというか、真面目にやんないとさ、面白くないじゃん、見てても。なんかふざけてやるような曲じゃないからさ、ね。じゃあ逆に、私はとかじゃなくて、あの、みんなはこのペアとこのペアが見たいんですみたいな。え、NCT を出たらちゃんが私の話してるって、マジで。なんかさ、何の話してるの、話してるんだって私のこと今、ルアちゃんが。嬉しい。ルアちゃん写真撮ってたって、どういうこと。え、確かに、横浜でのイベントあるじゃん。え、待って、嬉しい。え、ほんとじゃ。え、マジ、会えるじゃん。え、ルーちゃん会えるね、やった、嬉しい。え、確かに、横浜で会えるかもって。
って。そうブースティーの、あそう今日発表されたなんかブースティーの合同イベントみたいな感じでなんかお祭りみたいなやつらしくて、そうそれで NGT さんもいて HKT もいてみたいな。確かにそう、えありがとうございます。え HKT は全メンバー出るんですよ。 NGT さんはちょっとあんま分かんないけど多分全メンバー出るんじゃないかな。ね会おうね、写真撮ろうね一緒に。初対面、1個上だよね私の。そうあのこのねショールーム上でお友達になった子なんです。そうショールームしてる時にお友達になりました。なんか私がそう名前をあげたんですよルアちゃんの。なんかしたらそうファンの方がってくださって、それを嬉しい。でもなんかせっかくラーちゃんのファンの方来てくれたのにこんなこんな感じでちょっと申し訳なくなっちゃったからリップでもやっとこう。でも結構まだ先だよね、10月とかじゃなかったっけ。横浜行けちゃうらしいです。そうなんか夏祭りをやるらしくて、なのでね皆さんもぜひよかったら来てみてください。みゆちゃんの実家に乗り込んでそうだね、で、そう、押し飯の話に戻ろう。押し飯さ、誰と誰のペアが見たい、私とかは全く抜きで HKT の中で誰と誰のペアを見てみたいとかありますかね。こことここが見たいみたいなペア、なんかさフロイ天使とかもいいよね。チュンチュン、あ結構 ね、 あれね王道系じゃない、わからんけど。うんも私やるなら黒がいいな、黒がいい私が黒がいいなだってさ
黒の方がなんか漏れそう。チームラベンダーってなんだそれ。いいよね、なんか。あ、誕生日同じ。ラムネ公園のまなざしのさよならは、まなざしさよならはね、でもわかんない、あれはね、後から出てくる方がかっこよくない、なんか。え、そういう方ね、ラベンダーってあの富士がついてるかららしい。確かに伊藤富士とあるしね、富士の文字あるし。え、2人しかいないのかな、富士がついてるメンバーって。わ、ゆえさんに行ってみようこれ。私たちってチームあの富士色なんでって。絶対ラベンダーの方がかわいい、なんか伝わりにくいじゃん。天才だね、考えた人やばいよ、天才だ。よく思いつくね、私なんか、なんかさ、同じ富士でも私の富士のってさ、富士って感じじゃん。でもゆうさんの伊藤とかさ、斎藤とかってさ、富士って感じじゃないじゃん。富士田とか富士井とか富士なんちゃとかだったらさ、富士って感じだけど。そう、でもね、伊藤とか斎藤とかあるじゃん、加藤とか。富士感しないけどね、よく考えたら富士だねみたいな。今度行ってみよう、私たちチームラベンダーなんで。私たちチームラベンダーですよって。よしよしよし、2人しかない、藤井がつく人2人だけだよね。でもラベンダーの方が可愛い。ラベンダーってどんな色？チームラベンダーの方が可愛い。なんかね、富士よりチームラベンダー。え、ゆるさんもさ、推しカラー紫？もしかして。なんかペンカラー？なんか藤色って紫をちょっと柔らかくしたバージョンみたいな感じじゃない？分からんけど。でもさ、紫と藤色は一緒かな？やっぱ英語で何？藤色って英語で何？ラベンダー？
ミステリアか。ミステリア。チームミステリアです。ラベンダーがいい。可愛いかな。もう56分なんだって。終わりますね。13位ルルルンさんありがとうございます。12位カズッピさんありがとうございます。11位ポテチーさんありがとうございます。10位パルサさんありがとうございます。9位カイグリポンさんありがとうございます。8位ウッチーさんありがとうございます。7位ミルンクラケさんありがとうございます。5位ただの魚さんありがとうございます。4位 HKT 超絶おじさんありがとうございます。3位キャノシーさんありがとうございます。2位ちゃんとくさんありがとうございます。1位ダンさんありがとうございます。ありがとうございました。タワーありがとうございました。ガンさんじゃあね。ふん、藤色のパジャマなんて持ってない。じゃあね、さよなら、おやすみ。